こんにちは、竹下敦です。僕の51歳、ここから、僕がどのように生活して、どのようにギター三昧で生きていくかのドキュメントです。これから、スパゲッティを茹でます。今日初めてそばが茹でられるようになりました。とてつもなく感動です。まず、分からないと思いますが、お湯、ちょっと待ってくださいね。これぐらい、こんな感じです。こんな感じでまずお湯を張ります。で、火をつけますけど、火は危ないんで、ちゃんと前にいて、火はもう集中してください。で、火にかける前に、パスタをもう用意しておきます。火をかけたまんまうろうろしないように。火は火事になったら絶対にご近所に迷惑がかかりますから、集中するように。で、僕も今スマートフォン片手にやってますけど、火は絶対に見る。で、こっから茹でます。で、一旦カットしますから、後で編集かなんかしてくっつけますから。はい、じゃあ一旦これスイッチオフ。第1回、竹下敦の、なんだろう、タイトルはまだ決まってないですけど、50歳からプロギタリストになれるかな、50歳でもなれる。努力すれば必ずなれる。これからドキュメントでやっていきますんで、よろしくお願いします。竹下敦、51歳、頑張ります。それではまた。